ですね、こういった本当に機会を与えていただくのは本当に改めましてですね、お礼を申し上げます。そもそも私の出身母体のですね、三菱東京 UFJ 銀行主催の、商売繁盛というのをですね、さらに2月19日、インテック総裁で開催しておりましてですね、その際銀行の方からもですね、エコということで、自動車をですね、出展してほしいと、こういうようなご要望がございましてですね、出させていただきまして、その際ですね、松村先生の方から、弊社のブースにお立ち寄りいただきましてですね、先ほど見ていただいた DVD、こちらの方をですね、ぜひ教材としてですね、欲しいんだと、こういうご要望がございましたので、一応本社の方のご要望を取りましてですね、ご送るということで言ったんですけれども、今日お越しいただいています、地元のですね、兵庫三菱自動車販売のですね、部長様の方から、せっかくの機会だから、車をですね、持って行って、電気自動車というものはどんなものかということが体感していただくのもいいのじゃないのかなというご提案をいただきましてですね、先生にご相談させていただきましたところですね、ご解読いただいたということで、今日に至ったと、こういう背景がございます。それで後ほどですね、先ほど流しました DVD とはちょっと違うですね、DVD を流させていただきますが、皆様方のお手元にですね、リーフレット、2部いっていると思います。それで、スートのですね、赤白の文があると思うんですけれども、こちらの方の資料というのは、弊社がですね、試験車両としてですね、主に電力会社様とか、自治体様向けにですね、実用倉庫といいましょうか、こういったものをですね、するときに作ったパンフレットでございます。こちらの方にですね、結構一般的なですね、皆様方からお寄せいただきましたご質問事項等々もですね、キャラされてるんじゃないのかなと思いますので、ご参考にしていただければというふうに思います。それでは続きまして、じゃあ DVD のですね